皆さんこんばんは、ななみです。今日は最近買って良かったなって思ったものをね、全部紹介していきたいと思います。それではビデオスタート。はい、ということで早速1点目、今つけてる、これはごめんなさい、買ったものじゃなくていただいたものなんですけど、旦那のお母様からいただいたネックレス。これこのね、なんて言うんだろうこういった形のものになります。かわいいでしょ、これ。この形すごい欲しくて、でもどこにこの形のが売ってるのかわかんなかったんですけど、誕生日プレゼントにちょっとちょうどいただけたのですごい嬉しくて、しかも私ゴールドしかなんか似合わないんですよ。なんかシルバーがなんか変な感じになっちゃうんで、ゴールドのこういう形欲しかったんですごい嬉しくて、インスタのストーリーに乗っけたらどういうのをもらったのかちょっと教えてほしいってことだったので、ちょっと今回は一番最初にこちらを紹介しました。めっちゃ可愛いのこれ。なんかやっぱり年を取ってくると結構こうガチャガチャしてるものではなくて、こうさりげないものが好きになるんですよ、私はね。まあ、今まで私がつけてたそのパールのものとかもそうだし、なんかこうワンポイントなものが結構良くて、そう、これもまあワンポイントっちゃワンポイントなので、すごいね、可愛いなと思って最近はつけてます。ブランドはつつみのもので、前のパールのものもつつみのものなんですけど、すごくシンプルで可愛いネックレスとかそういうブレスレットとかも売ってるので、前つけてたやつのそのパールのやつもつつみのものなんですけど、これもつつみということで、結構私好みなものが置いてあるなっていう印象です。はい、じゃあ続いてはこちら、これリファのヘアアイロンになります。私今まで挟むタイプのコテはもう何年目だろう、7年ぐらい同じものを使っててですねもう本当に壊れなかったからもうずっと使ってたんですよ。そのコテがもういい加減ね、もうちょっとなんか髪もパサついてくるし、もう7年も経ったし、もういい加減変えたいなと思ってきたので、ちょっと新しいのなんかいいのないかなと思ってたら、リファのヘアアイロンが出てるってことだったので、それ絶対髪のダメージ少ないじゃんと思って買いました。もうちょっと高かったけど、もうこれは髪のことを考えたら絶対こっちの方がいいと思って、ちょっと奮発して買いました。ロゴがこんな感じ、ここにリファって書いてあって、ここにリファって書いてあるんですけど、ここで温度調整とかをする感じ、スイッチを長押しして入れて、一応220度まで設定できるようにはなってるので、220度にすることはないですけど、結構こう高温でできてよくて、でしかもね、やっぱやった後にサラサラになるんですよ。私のすっごいなんかバリバリした髪がこれをやっただけでツヤが出るの、すごくないですか。サロニアのブラシタイプのヘアアイロンもすごい好きなんですけど、挟むやつの方がなんて言うんだろう、しっかりこうグッてこうまっすぐになるイメージがあって、まあどっちも私は使ってるんですけど、最近はこっちも使ってるんですけど、本当にこれ良くて、もしヘアアイロンどれにしようか迷ってるって方は、これにした方がいいんじゃないかなって思うぐらい、これおすすめです。本当に髪の毛がツヤツヤになるし、最近なんかそう髪ケア気をつけてる方とかは、こういうのを使った方がいいんじゃないかなって思います。どちとい、どちとい、どちとい、どちとい。はい、じゃあ続いてまたリファ続きなんですけど、リファの頭皮マッサージとかをする、なんていうの、やつです。これすごくて、こんな感じでグワ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 と動くんですよ。で、モードがまあ2パターンあるんですけど、私はこの2番目の強いやつにしてて、これをこんな感じで頭皮に、当てるんですよ。こうすることによって、やっぱ頭皮と顔の皮つながってるんで、キュッとねなるんですよ。朝むくんでる時とか、まあ、夜寝る前とかにやると超気持ちくて、もうこれは最近手放せないアイテムになってるんですけど、充電もこういう感じで置くだけなのですごくいいなって思ってて、で今は頭皮マッサージ用のゴムがついてたんですけど、シャンプー用のお風呂場でも使えるゴムに付け替えることもできるので、それもすっごい気持ちいいので、お風呂でゆっくりする時間がある方にはすごくね、そのお風呂でやるマッサージも試してほしいなって思います。自分でやるのもすごく気持ちいいんですけど、他のその家族だったりとかにやってもらうのもすごく気持ちいいんですよ。やっぱ他の人にやってもらうとよりもう倍気持ちいいので、もうぜひ自分の誕生日プレゼントとか、なんかコスメとかそんなに興味ない方とかはすごいねおすすめです。続いてはこちらです。
金属アレルギー対策のコーティング剤になります。最近ね、私やっとピアスをね開けたんですよ。でピアスをねつけたいのでこのコーティング剤を買ったんですけど、このコーティング剤がまあとにかく、乾くのが早くてですね、まあだいたい5分とか置いておけばもうすぐつけれるので、これは本当金属アレルギー対策って感じなので、普通のピアスにこれをつけたり塗ったりするだけでその普通のピアスがつけれる。そう、これはねすごくいいアイテムだなと思って、これもし金属アレルギーの方がいたらね、可愛いピアスを諦めないでほしいなっていうので紹介してます。はい、でこれでねもう、 そう川尻蓮くんと同じピアスを購入したのでこれをつけたいと思ってます。もともとは1年前に買ってたんですよ、その開けるやつを。なんですけど、まあチキンすぎて本当開けられなくて、もうなんかちょっと放置してたんですけど、私の好きなね JO1 の川尻蓮くんがピアスをね開けてて、そのピアスがイヤリングが売ってないと。なのでこれは今しか開けるタイミングないんじゃないと思って、そうだからついこの前ね開けてもらって、今やっと両耳、片方は初めて開けたんですけど、そうやっと今ね両耳ピアス開いてるんですよ。なので私に穴を開けた男川尻蓮はマジですごいなと思ってます。なんだけど、そのピアスを買った後にまさかの来年の2月にイヤリング出しますみたいなことが書いてあって、そのサイトが嘘でしょみたいな、開けちゃったんですけどみたいな、まあ全然いいんだけど、開けようと思って買ってたから、もともとその開けるやつをね。だけどちょっとびっくりしちゃった。甘いな。と思って、このタイミングみたいな。そうだけど私はもうとりあえず、ピアスを開けることに成功したので、ちょっと今新しいそのサイトどこがいいとか全然、なんか可愛いピアスが売ってる場所とかあんまり分かんないので、小ぶりなものより結構大きめのなんかバーンっていうのが結構好きだったりするので、まあ、今のとこ見てていいなと思うのはザラ、まあ、なのでちょっといいサイトとかあったらぜひ教えてほしいなって思ってます。よろしくお願いします。とりあえずこのコーティング剤があるのでこれをつけて、行きたいと思ってます。はい、ということで今回は私が2019年なんですけども、買ってよかった、まあ、コスメとはまた別のものを、紹介したんですけど、もう本当にリファに関しては頭の凝りが取れてるような気もして、すごいリフレッシュもするし、おすすめしたいなって思うアイテムでした。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。